第6章。いよいよ底辺だ、親分。ガラッパチが飛び込んできたのは、もう日差しの秋らしくなって、縁側の朝顔も、朝の美しい装いが、衰えかけた自分のことでした。また底辺か。今度は誰の番だ。畳屋の駒次郎がやられましたぜ。今度は自害じゃあるめ。畳包丁で首を右から後ろへ半分も切るなんてこった。渋沢の親分が見たって自害にはならねえ。よし、行ってみよう。平次はすぐ飛んで行きました。畳屋の裏木戸を入って、群がる矢印をかき分けるように、井戸端へ近づくと、井戸と物置の間の朝顔の垣根の中に、畳屋の息子の駒次郎が、明けに死んで倒れているのでした。銭形の兄、ご苦労だね。あ、渋沢の兄、下手人は上がったよ。へえ、職人の活造さ。隣へ引っ越してきた踊りの師匠を張り合って、主の息子をばらしたんだ。元吉はだいぶいい心持ちそうです。本人は口を割ったろうか。知らぬ存ぜぬだ。いずれは少し痛めなきゃなるめ。証拠は何にもねえと言いてえところだが、ありすぎて困っているんだ。刃物は活造の使っている畳包丁だ。もっとも本人は井戸端へ忘れておいたっていうが、いい職人が道具を井戸端へ忘れるはずはねえ。それにゆんべ駒次郎が外へ出たがるのをひどく気にしていたそうだ。元吉の言う証拠はあまりに通り一遍のものです。駒次郎を恨む者はまだ他にもあるはずだ。恨みだけでいや、町内の若え者が半分ほどは下手人の疑いがある。それから大きい声じゃ言えねえが、娘を捨てられて怒っている浪人者もいるぜ。大里源十郎か。まあね、そんなことを言ったって活造が下手人でねえとは決まらねえぜ。俺はともかくあっちょぼりへ行ってくる。町内の若い者なり浪人なりを縛るがよかろうよ。渋沢の元吉は嫌味を言いながら言ってしまいました。町内の若い者、半分は下手人の疑いと聞いて怯えたのか、路地をうずめた野次馬は一人去り二人帰り、間もなくだいぶ消えてしまいます。親分、本当に活造じゃありませんか。ガラッパチは少し心配そうです。わからねえよ。だがね、ハチ、駒次郎の傷は喉笛の右側から始まって、大して深くはねえが、首を半分切り落とすほど、後ろへ長々と引いているぜ。正面から向かった相手が、こんな芸当ができるかしら。切ってくださいと首を突き出したようだって、親分は言うんでしょ？その通りだよ。後ろから切ったとしたら、抱きついて念入りに刃物を引かなきゃこうは切れねえ。平次の言うことはだいぶ変わっておりました。じゃあ親分、どういうことになるんで。まだ何にも分かっちゃいねえが、畳包丁のような短いものでこれだけ念入りに切ると、下手人はうんと血を浴びたことだろうな。活造の持ち物をみんな見せてもらってくれ。血のついたものが一つでもありゃ下手人だ。へえ。ガラッパチは飛んで行きましたが、間もなくつままれたような顔をして帰ってきました。血なんかついたものは一つもありません。床下や天井裏や押し入れには。待ってください。ガラッパチはもう一度飛んで行きましたが、どこにも怪しいものは見つかりません。なきゃいい。住み込みの職人が着物を一揃いなくして、
人に気づかれねえはずはねえ。やはり活動じゃなかったんだろう。念のために水を一つるべ汲んでみろ。井戸へ沈めた様子もねえだろう。ところでハチ、俺は近頃朝顔を咲かせて楽しんでいるが、自分で育てると草花も我が子のように可愛いもんだ。平次が人殺しの現場でいきなり朝顔の話を始めたので、ガラッパチもあっけに取られております。草花を可愛がる心持ちはまた格別だよ。自分で育てないのでも、折れたり散らされたりすると我慢ができねえ。駒次郎を殺した下手人は朝顔の柿をのけて大回りして逃げている。こんな優しい人殺しは珍しかろう。荒っぽい男や浪人者の仕業じゃねえ。ハチ、俺はもう下手人探しが嫌になったよ。こんな時は熱いお茶でも飲んで休むんだね。平次はそんなことを言いながら、平隣のお清の家へ引き上げました。第七章。まあ、親分。お清、これはどうした？家の中はガランとして、下女の姿も見えない上、昨日まではあんなに厚化粧の若作りだったお清が、おしろいも紅も洗い落として、元の素顔に無造作な串巻き、男物のような地味な一重を着ているのでした。引っ越しですよ。私はやっぱり人形町の方が密に合いそうで。それもよかろう。ところで、俺もつくづく岡っ引きが嫌になったよ。まあ、気の毒だが、お茶でももらおうか。平次は庭から縁側へ回って、青霧の赤毛の落ちるあたりへ腰を下ろすと、お清はいそいそと立って渋茶を一杯、それに豆落眼も少しばかり添えて出しました。お清、今日一日、俺は岡っ引きじゃねえ。おめえの昔なじみ、まあ兄貴か友達と思って話してくれ。平次の言葉は急にしんみりしました。俺は口はばったいようだが、この間からの不思議なことのいきさつを何もかも知っているつもりだ。はなっから話してみよう。もし違ったところがあるならそう言ってくれ。お清は首をうなだれました。お白い毛がないとやはり昔の30前後の大戸島ですが、その物寂しい美しさは極彩色のお清よりはかえって清らかで魅力的であります。駒次郎はおめえの妹のお町と言い交わしていた。かなり不敬仲だったに相違ねえ。毎晩合図をしてはあの塀を挟んで両方から話したり笑ったり泣いたりしていたんだ。それが大里健十郎親子が引っ越してくると、駒次郎の心は急にお妻の方へ傾いてしまった。父親の安家も武家の娘を畳屋の嫁にするつもりですっかり夢中になって、あの大里健十郎が大洞吹きの山下とは気がつかなかったんだ。お町は毎晩合図をしたが、駒次郎はもう塀のそばへ来てはくれなかった。で、とうとう我慢がしきれなくなって、切れてやるからたった一度だけ会ってくれと言ってやった。その手紙を見つけたのは常吉だ。お町に気があったから、駒次郎のふりをして塀の向こう側へやってきて、駒次郎がするように、塀の穴へ目を当ててみた。お町はその時駒次郎を殺して自分も死ぬ気だったんだ。いつぞや駒次郎が自分の家へ忘れていった畳針を持ち出して、塀のこっちから死闘思いに目をついた。
長吉は声を立てたかもしれねえが、何分の深手で井戸端へ行くのがせいぜいだった。鶴瓶の水で目を冷やそうとしたが、急に力が抜けて井戸端に突っ伏して死んでしまった。目を洗わなかった証拠には、長吉の右の目には少しばかり墨がついていた。たったそれだけのことで俺は何もかも見破ったような気がした。なんという明智でしょう。平次の言葉は見てきたようにはっきりしております。俺は大方察したが、お町が殺したという証拠は一つもねえ。それに男に捨てられたお町の心持ちがいじらしかった。万一自害するようなことがあってはならねえと思い、それとなく戒めた上、八五郎をつけておいたが、やはりその晩身投げをしてしまった。かえそうだが、俺には救いようがなかったんだよ。それからおめえが出てきた。妹の仇を討つつもりで、本心にもねえ厚化粧に浮き身をやつし、町内の若え者を集めて駒次郎の気を引いた。浮気な駒次郎はおさいを振り捨てておめえのところへも来たが、女郎蜘蛛の網にかかった虫のようにどうすることもできなくなったのだ。物置の前で合い引きをした晩、井戸端に勝蔵が忘れていった包丁を見ると、おめえは急に駒次郎を殺す気になった。抱きついてくるのを自由にされるようなふりをして、背後から包丁の手を回して喉から後ろへ存分に切った。朝顔の柿を踏み倒すのがかえそうになって、おめえは回り道してここへ逃げ帰り、血だらけになった着物を始末し、おしろいも紅も洗い落として元のおせいになった。どうで、違ったところがあるか。平次の話は瓶に入り細部をうがちました。語り終わって顔を上げると、おせいは三八四八大輪の朝顔を並べた縁に突っ伏して、正体もなく泣いているのでした。親分、いちいちその通り、寸分の違いもありません。さあ私を縛ってください。いや、縛るとはまだ言わねえはずだけれど、これだけはご存知なかったでしょう。お町は私の娘、天にも地にもたった一人の海の娘だったんです。ええ、おめえの娘。年が近すぎるようだが。近いもんですか。お町は18、私は34。 34? 日本橋の大棚の若旦那との間に、私が16の時産んだ娘でした。お棚に置くのが面倒で、月々仕送っていただいてここに置きました。私のそばへ置くと、筋の悪い狼たちが集まってきて、ろくなことを教えないだろうと思ったのが、かえって間違いのもとだったんです。そりゃ、娘のお町が死んだ時、私も死んでしまいたいと思いましたが、身じまいして鏡を見ると、まだまだ私には若さも綺麗さも残っていそうに思ったので、一芝居打ってみる気になりました。武家育ちの張り子細工のような娘に負けようとは思いません。私は勝ちました。土壇場ですっぽかして駒次郎に首でもくくらせようと思ったのが、あんまりしつこく絡みつかれて、つい包丁を振り上げてしまいました。私は娘を騙した男に、どんなことがあっても身は任されません。おせいはもう泣いてはいませんでした。まっすぐに目を起こすと、観念しきった殉教者のような清らかさが、その青白い顔を神々しくさえ見せるのでした。
おせえ、俺は今日一日おかっぴきじゃねえと言ったはずだ。駒次郎はかまいたちにやられて死んだんだよ。ほっておきゃ証拠がねえから誰も気がつくはずはねえ。勝蔵は笹野の旦那にお願いして縄を解いてもらう手もある。親分、わかったか。おせえ、人を殺したのは悪いが俺には縛る力はねえ。せめて死んだ人たちの御所を弔ってやれ。わかったか。はい。おせえもそばで聞く八五郎もすっかり泣き濡れて、しばらくは顔も上げませんでした。おせえはその後、踊りの師匠をよしてお町を葬った寺の花屋の株を買い取りました。美しく清らかな花屋のおかみがしばらくの間江戸の評判になったことは言うまでもありません。野村古道作、銭形平次取物控えより、狂い咲き、全文読み切り、書出オール読み物、文芸春秋社、1934年、昭和9年7月号より。